今回、ジャパンコーリングコンピレーション参加していただいてありがとうございましたということです。いや、こちらこそ参加させていただきありがとうございます。GMS の JAWS という、90年代の名曲のリミックスをバッチリやっていただいて、ありがとうございます。もう本当に GMS の大ファンでしたので、もう最近の僕のセットの中ではもう必ずほぼほぼですかね、どんな状況ですけど、まあいろんな状況がありますけど、もうほぼほぼ1曲目にはもう1曲目にはいつも打ちかましてるという感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。あのベースがグワッてくるところがすごくもうなんかあの来たーみたいな感じのあれが、なんていうのかな、そのフィーリングがあるので、グルーヴがあるので、すごく非常に DJ としては1曲目からドーンっていけるっていうか、かけやすい曲に仕上がっていただいたというところです。そう言っていただいて誉れでございます。ありがとうございます。最高です。ありがとうございます。本当に。いや、これこそありがとうございます。この今回のこのリミックスやっていただいたというところの、コンセプトというか、どんな風に仕上げようかと思ったとか、なんだろう、うまくいった点とか難しかった点とか、もう何でもいいんで、ちょっとこの、今回のリミックスに関しての解説というんですか、一言二言ポロッと言っていただけたら。かしこまりました。はい、先ほどもちょっと申し上げたんですが、もともと GMS さんの大ファンであったということもありますので、それとこの楽曲もやはり素晴らしい素敵な曲ですので、このオリジナルミックスの雰囲気を壊さないように、今まで他のアーティストさんのリミックスやらせていただくときは、比較的自分のオリジナルのフレーズなんかもかなり多めに、1対1くらいな割合でやらせていただくことがあったんですけど、逆に今回は、オリジナル曲のフレーズだったりとかをもうリスペクトして、それを残しつつ、今は2021年現代のヒットベースで鳴らせるような曲にしたいなということで、比較的原曲に忠実にアレンジとかストーリーも作らせていただきました。なんかそんな感じがしました。ありがとうございます。いやー最高ですね。もう素晴らしくて、近年稀に見るすごいリミックスだなと自分は思ってるんですけどね、これは。いや、もう強さにそう言っていただけると嬉しい限り。いや、もうその原曲に忠実とおっしゃいましたけど、なんか僕はもう竹ちゃん節というか、サイロン節がもうバツバツ出てて、確かにその原曲のなんかちょっとポップな感じ、なんかそのああいうメロディーのちょっとしたこう、なんだろう、ちょっと跳ねてるところとか、メロディーのそういうちょっとこうポップなところとかもしっかり残しつつ、竹ちゃん節は残ってるかなっていうのは非常に印象深かったです。そこを感じていただいて本当に嬉しいです。さすがっすというところです。いえ。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。どうですか、今後の予定とか活動予定とかどういう感じですか、レコーディング、制作、ギグ、そうですね。確かにその、このパンデミック中っていうのもありますので、出演するパーティーの数っていうのはやっぱり減ってきてるんですが、ただ、このパンデミック後のことをやっぱり考えて、どのように活動できるか、活動を広げられるようにっていう意味合いでも、リリース、楽曲制作とリリースの方、力入れてる感じですね。そうですよね。ステイホームって言われても、俺らいつもずっとステイホームなんだけどっていう感じですよね、普段は。例えばこれから海外行くにあたっても、ほとんど2年間僕らは海外行ってないっていうか、だからもう、かける曲はもうたくさんありすぎちゃって、そういう楽しみはありますけどね。ね、そうですね。早く来ないかなーってのはありますけど。たらですね、じゃあ最後ちょっと、全世界のちょっとサイロンファンに、この、コンピレーションはフューチャーミュージックレコードイスラエルからなんで、イスラエルのファンが多分結構ほとんど見てくれると思うんですけど、UK も含めて、ヨーロッパ含めてアメリカ含めて、日本ももちろんのこと、オセアニア、全世界のサイロンファンにちょっとメッセージなどを、まずは、強さんを通じて、フューチャーミュージックさんから、リリースさせていただくことを非常にありがたく、幸せに感じておりますので、またありがとうございます。いえ、こちらこそ。今度はオリジナルでいきましょう。ですね、はい。ありがとうございます。
で、まあ、トランスシーンの一つの姿として、まあ、音楽とダンスを中心に人々がたくさん集う場所で、はい、まあ、様々な気づきを得たり、まあ、皆さんの自己の、意識を覚醒させるっていうそういった部分があると思うんですが、はい、まあ、そのお手伝いの一部としてサイロンの音楽を通じて全世界の皆さんに愛を届け続けたいとのように思っておりますので今後ともよろしくお願いいたします。思っておりますスケ君もここにいたらなとね、スケ君来る、イエーイ、お、やはり、あ、スケ君だ、久しぶりですね、イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、タイミングでご連絡いたしますので、とりあえず、はい、お待ちしております。はい。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。録画したらすぐまた送ります。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい